どうも、ハニチバンは、たかまるかまるです。さあ、マリオストーリー続きやっていこう。前回は、ノコブロスの砦から、このキノコタウンまで戻って、ちょっとあちこちで探索した後に、ここの駅で、まあ、ここに岩にあったんだ、岩があったんだけど、ピンキーで壊して、これで多分列車が出発する、列車つか汽車か、汽車が出発するとこなんだけど、こっからね、第2のステージ、ゴツゴツ山に行くことになるんだけど、まあクリオにしとくか。物知りしたいし。こんにちは、マリオさん。この汽車はゴツゴツ山行きに行きます。乗りますか？乗ります。まもなく発車します。お早くお乗りください。ゴツゴツ山に向けて出発。そこに乗んの？もう助手席じゃん。え、大人数の乗客がいたらどうなんの？あー、いいね、この BGM。 この BGM さ、マリオカート64のね、あのカラカラ砂漠と同じ BGM らしいんだよね。ちなみに向こうの方が先らしい。あ、ステージ2、アラビン遺跡の謎。来たかー、ステージ2。ゴツゴツ山、ゴツゴツ山、カラカラ砂漠やカラカラタウンへはこの駅からゴツゴツ山を越えてください。もうカラカラタウンまでさ、線路を引けばいいのに。汽車が動き出しましたね。ふぅ、よかった。やっとキノコタウンに戻れますよ。あ、そっか。岩があったから、汽車は来ることもできないから、帰ることもできないんだけど、そういえば。いや。カラカラ砂漠へ行くんなら、このゴツゴツ山を越えていくんだ。道に迷わないように、矢印の看板を辿ってけよ。このゴツゴツ山には怖い奴がたくさんいる。気をつけないとひどい目に遭うぞ。危なくなった時は無理をしない、逃げた方がいいよ。男はな、逃げるなんてことしねえんだよ。お、金、いいね、ここら辺は。金、いいね。よいしょ。お、金、いいね。卵？何かの卵。HP が5回復する。何かの卵ってちょっと怖いな。コブロンという生き物が、このゴツゴツ山に住んでいるの。とっても可愛いのよ。へぇ。コブロンねー。てーれんてんてーれん。あ、ブロック。これ、初めの方にもあったよな。まだ壊せないんだよね。体力まで大丈夫か。あー、困ったな。どこ行ったんだろう。ん？どうした？行って！あ？あー、ごめんなさい、ごめんなさい。探し物していたもので、前を見てませんでした。あー、行っては、これはもう背骨折れたな。あれ。慰謝料として100万ちょうだい。100万。あれ、マリオさんじゃないですか。マリオさんですよね。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。挨拶は大事だからね。私はパレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。実は今配達中の手紙をなくして困ってるんです。このゴツゴツ山のどこかで落としたと思うんですが、なかなか見つからなくて。もしどこかで手紙を見つけたら、きっと教えてくださいね。お願いします。私はこの辺りを探していますんで。探してんのか、これ。クリオ、ちょっとこいつのことを教えてくれ。手紙を配達しているパレッタでパタパタだよ。ん？手紙を配達しているパレッタってパタパタだよ。なんだか困ってるみたいだね。羽があるとどこへでも飛んでいけるからいいな。それで配達をしてるんだね。困っている神を助けるといいことあるって昔から言うよね。え？聞いたことない？まあ、マリオにとって神は敵だからな。てか、クリボーはパタクリボーって羽が生えてるやついるけど、あれは生まれつきで持ってんの？それともなんか進化とかして羽が生えるのかな？その辺ちょっとよくわかんないんだけど。うわー！わっ！あー！先制攻撃失敗。出たな、チョロプー。チョロプーだよ。石を投げてくるいたずら好きなモグラだ。
最大 HP は3で、攻撃力は2、防御力は0だ。意地悪そうな表情だ。でも大した相手じゃないよね。明るいところが嫌いなのか、いつもサングラスをしてるんだ。それともただのファッション？どうなんだろう。最近のチョロプーはさ、サングラスをかけることが少なくなったからね。ファッション。よいしょ。あー、ちょっと遅いな。よいしょ。オッケー。ファッションなんかな。最近はね、の明るいところはなんか克服してるからね。よいしょ。来るか。はいっと。まあ、これぐらいだったらね。これで終わり。よし、オッケー。さてと。おお、気づけばもう少しレベルアップじゃん。さーて、また BP 上げるとすっかな。やーん！あ、へいや！へいや！あ。あー、めんどくせえな。どうしようかな。ファイヤーフラワー、使っちゃうか。お金も欲しいしな。ロックスターポイント、あと6個か。さて、この中は眠れ良い子よ、ギット。いらないなぁ。あんまり使わないの。あ、これ使ってもいいな。お、ブロック。ん？あげ、僕、コブロン。ゴツゴツ山は今日もいい天気。こんなに天気がいいと、気分もすっきり爽快だね。お、チョールの技かな。クリオ？コブロンって言うんだ。叩くとタンコブができるんだよ。食べると美味しいんだってさ。叩くってのはちょっと嫌だけど、美味しいって言葉にそそられて、ついつい叩きたくなるよね、マギロ。お前な、そりゃ動物をいじめることになるんだぞ。叩くのは絶対ダメだからな、こういう風にさ。あにゃー、叩かないでよ。タンコブ。ゴツゴツ山にするコブロンのタンコブ。HP と FP が25回復。いらない、いらない。いらないってわけじゃないけど、使う場所が全然ない。まだ、間違えた。HP と FP がさ、10だからさ、なんで一緒になっちゃうんだろう、これ。多分コインモドール持った状態で使うと結構なお金になりそうな気がするんだけどな。こう来るか？来たー！よいしょ！うわぁ！先制攻撃は難しいな。やーべ、ピンチじゃん。ピンチ、これって、タンコブは、あ、ちょっと眠れ良い子を使っちゃうか。うん。あー、でか羊。うん。眠った。チョロプって寝るときベロ出すんだ。まあ2ぐらい、危ねえ危ねえ、使っちゃうとこだった。まあもう次でレベルアップだから、いや、ガツンでいいか。よいしょ。クリオね。どうしようかな。クリオばっかり使うのはあんま芸がない。あ、しまった、ガツンジャンプやるべきだった。まだ新キャラとか出てないから別のキャラクターにすっかな。よーし、これでレベルアップ。じゃあ BP 上げましょっかね。よし、お金もゲット。ファイヤー。あ、そうだ、その前にカメキにして、うまいこと先制攻撃できたらいいんだけど。あ、外した。おお、ナイス。後ろに注意ってか。まあ、パレッタのとこに戻ればさ、回復ブロックもあるからさ、別にガンガン使っちゃっていいか。守備瓶コーラ。よいしょ。まだ4つだね。よしよし。4つつかまあ、1体2つだね。もういないか。いるじゃーん。おいよ。まあ、とりあえず1体はなくして。よいしょ。はーい。ほっ。あ、ほっ。よいしょ、オッケー。ちょっと気持ち早めだな。よいしょ。はいっと。
こいつらとコブロンって種族違うのかな。まあ、コブロンがさ、モグラかどうかもわかんないしね。はい。あー、ちょっと早すぎたな。やべ、もうピンチじゃん。ピンチでラッキー持ってたっけ。さあ、あと10個か。じゃあちょっとバッジ見てみよう。あ、上にバッジがあんじゃん。あれ取りてえな。あー、でもまだ無理か。手紙がある。その前にちょっと BP 見てみよう。ハンマーチャージいらねえな。貫き殴りなんか今回ちょっと必要な気がする。次々ジャンプもちょっと必要かな。ハンマー投げる、うーん、目回し、あ、スピンチラッキーついてんだ。目回しスピンちょっと必要かな。2か。じゃあ、うーん、ハンマーチャージつけとくか。ウィー。こいつ目回っててもベロ出すのか。あー、しまった。これ後ろにいるキャラクター神木攻撃できねえな。シビビンコーラしか。使っちゃうか。ピンチだし。じゃあこれでとりあえずジャンプ OK だね。さあ FP とか来てくれる。あ、ハートか。ハートならまあいいや。よいしょ。じゃあこれはカメキでゲットすりゃいいんだな。手紙をゲット。キノコタウンの DR への手紙。あー、いたね、DR。この先は、どうしようかな。体力回復していくから。あー！また出んのかよ、こいつら。ちょっと、いいや。しばらく、ちょっと無視しよう。あ、ここは出ない。あ、出るじゃねえか。まあいいや。こいつら一旦無視して手紙探そう。手紙カメキ置いてくよ。これって確か、いやー出たー。こいつはどうしよっかな。あ、クリオ、ちょっとクリオがいいな。はーい。目回しスピン、お、一体だけか。いいね。物知り新エモン。新エモンだよ。結構手強い相手だから気を引き締めていこうね。最大 HP は2で、攻撃力は2、防御力は2だ。岩の振りが得意なんだけど、踏んづけちゃダメなんだよ。頭のトゲを踏むとダメージを受けちゃうからね。逃げるってのもありだけどね。だから逃げるわけにはいかねえだろ、男として。こういう時にさ、この貫きハンマーが必要なんだよな。防御力を無視したらダメージを与える。はーい。防御は高いけどね。HP が低いからな。じゃあクリオはとりあえず、ちょっとピンキー。多分新エモン他の場所にもいたと思う。ほら、いた。ちょっとこいつは。あ、違う違う違う。よいしょ。こっち、こっち。あー、あー、怖い。これ、当たんない？あ、違う違う違う。なんでこれ間違えるんだ。はい。おー、いいね。3だって。これ、あ、防御2だからな。普通のハンマーじゃ無理だもんな。よいしょ。だから今だとこの貫きハンマーとか、ピンキーの爆発ぐらいしかダメージは耐えられないのか。FP 上げるのもあり。あ、でもね、俺あれ持ってんだよな。あのフラワーフレール。あれ。あれを使えばね、結構な技、使える。当たんないか。なんでこう毎回アイテム欄開いちゃう。あぶねえ。5か。防御のない相手には5か。いいな、ピンキー。あれ。あそこにもフラワーさんいんじゃん。今行けないからな。ちょっと後回しにしよう。ちょっと右行ってみるか。左深淵もいたし。あー、なるほどね。これまだいけないから、これ下降りれたっけ？降りれたー。あ、手紙。クリパパへの手紙。こっち、こっち、こっち。はい！オッケー！最強だな、ピンキーの先制攻撃。ちょっとタイミングが必要なんだけどね。
よいしょ。貫き殴りはまあ FP2 で済むからいいけどさ、3だったら結構痛いよな。たった一つの差なんだけど、これがなかなかの辛さ。ちょっとバッチ整理しよっか。目回しスピン、ハンマーチャージ、次々連続。次は別にいらないか。新エモンいるし、トゲがある敵にはちょっとね、踏めないからね。それだったらフラワーフレームの方がいいか。でも回復しないんだよな。どうしよっかな。いや、このまま行っちゃおうか。早く、あーん。強えな、ほんと。31か、まだまだレベルアップは遠いな。うまいことね、戦闘が終わった時に出てくるコインと一緒に、ハートじゃない、フラワーが来てくれたらね、いいんだけど。ゴースターポイント、なかなかいいね。てか、おお、よしよし。ハートはいらないんだけどな。この下って確か落ちれた。あ、星のかけらゲット。こういうのもゲットしておかないとな。例えばアイテムで FP 回復するやつあったよな。ハニーシロップクリクリマロン。コインモドールを持ってるとさ、アイテム使った時にコインが戻ってくるっていうけど、あれは戦闘の時じゃなきゃ意味がないんだよね。こういうフィードのところでアイテム使ってもなんないんだよね。なんか水出てんな。うわあ大丈夫か？あれ、ピンキー？お、ピンキー。ちょ、なんで毎回アイテム欄を？早く、気づけよ。やばい、逃げよう。ここ。ああ！目回しスピン。これは。あ、そういえば俺、チョールのやつなんだっけ ?FP も5回復できるからな。いざって時に使おう。じゃ、とりあえず、貫きハンマーで、新エモンを倒す。で、普通にピンキーアタックでいいか。よいしょ。チョロプ、あ、いた。チョロプ、よし、オッケー。ハンマー。よいしょ、モグラ叩きだね。いいね。モグラ叩きって昔よくやったよね。はい。ほっ。気づけばもう FP も3か。よいしょ。気づけば FP も3か。回復すればよかった。おー、でも、1個回復。よし、OK。あー、上に手紙があった。確か手紙って3枚までだった気がするんだよな。早く、よし、オッケー。よーし。じゃあ、あとはジャンプとピンキーアタックでオッケーだな。平行に進んでいったな。あ、もう少しでもう半分だな。たまんの結構早えな。このハートは、キノコか。キノコよりも FP 回復するのが欲しかったな。うわーい。回復、攻撃の方がいいな。よいしょ。あー。じゃあ、ピンキーで普通に攻撃して、貫き殴りでいいかな。貫きハンマーか。ほんとこれ便利だよな。よーし。HP8 で FP2 か。フラワー来ないな。ここってなんかあったっけ？あ？宝箱。あ、多分あそこ左か。あー、いやー当たっちゃったか。まあいいや。星のかけらあんな。まだ無理だな。じゃあとりあえず。こいつは、貫きハンマーで倒しとけ。FP なくなっちゃったな。仲間もアイテム使えればいいんだけどな。
確かここ左行けるんだったっけ。あ、行けた行けた。この中はナイスで防御。攻撃されたとき、アクションコマンド成功させれば受けるダメージは1減る。これいいね。あ、ピンキー。じゃあちょっとなんだっけ、バッチで貫き、うーん、目回しスピン。ちょっと待って、ナイスで防御は何だっけ。3かー。ピンチでラッキーと目回しスピンをちょっと外す、一旦ね。よいしょー。こんなかコインか。うーん、はい、うまい。ドゥンピシャだドゥンピシャ。あれ、俺 FP ねー。じゃあどうしよっかな。 FP ないから、アイテムでクリクリマロン少な。まあ、とりあえず3回復して爆発やっちゃうか。よし、危ねー。念だ、ギリギリだな。62か、まだまだだな。お、ハート、いいね。でも1か。1だけ。あ、ハニーシロップ、やった。FP 回復アイテムだな。これはこっちでいいのかな。ドワーっと。よし。ピンキー。おー、ピンキー。たぶんこれで最後だったと思う。チャールズへの手紙。チャールズまだ会ってないんだよな。じゃあちょっとパレッタのとこに戻りましょうか。うわー、ここに戻ってくるのか。さあ、で、ちょっと一旦このチョロップは無視しよう。あ、確かここコインやったんだよな。2枚だけでもね、ゲット。あ、3枚か。まあいいや。3枚だけでもゲットしとこう。チリもつもれば大和なでしこ。おーい。持ってきてやったぞ、手紙。おー、そうです、これです。よく見つけてくださいました。おかげで助かりましたよ。それで、実はまだ、あと2通なくした手紙は見つかってないのです。もし見つけたら持ってきてくださいね。よろしくお願いします。普通さ、行く前にさ、何枚なくしたとか言うもんなんだけどね。ああ、それは、間違いなく私が落とした手紙です。見つけてくださって、ありがとうございました。なくした手紙、あと1通。できたらそちらも探していただけないでしょうか。私は一生懸命探してるんです。嘘つくな。ずーっとこの回復ブロックのところうろうろうろしてるだけじゃねえかよ。ほら、持ってきてやったよ。手紙だ、見つけてきてくださったんですね。ていうかさ、お前さ、右から来たのにさ、一番初めの手紙わかんなかったのかよ。これでなくした手紙は全部戻ってきました。ありがとうございました。こんなに親切にしていただいて、恩返しをしないと気が済みません。じゃあ100万ちょうだい。いや、実はですね、手紙を落としたのはゴツゴツ山だけの話じゃないのです。気持ちよく飛び回っていったらキノコワールドのあちこちに手紙をばらまいてしまって。お前もうその仕事やめろよ。のんびり屋で手紙届くのが遅いのにあちこちに手紙をばらまくって。ほら、マリオさんって手紙を見つけるのがすごくお上手みたいですから、冒険のついでに手紙を探していただけないでしょうか。その代わり、私はマリオさんのお手伝いを一生懸命やりますから、じゃあ、お願いしましょうかね。やったー！本当は一人で心細かったんです。一生懸命頑張りますから、よろしくお願いしますね。さあ、来たぜー。郵便屋のパレッタが仲間になった。下を押すと、マリオを持ち運んで少しの間飛ぶことができるぞ。ちょっとした崖も飛び越せるぞ。バトルでは敵をキックで攻撃するパレッタキックや、強烈な体当たりで攻撃するパレッタシュートという技を使えるぞ。さあ、張り切っていきましょう。なんでお前が先導してんだよ。あ、そうそう。拾った手紙は、アテナの人に話しかければ渡すことができます。ただし、私を連れている時しか渡すことはできませんよ。覚えておいてくださいね。よいしょ。別にお前、俺のポケットからひょこっと出てきて、私パレッタと言いますって言って手紙渡せばいいと思うんだけどね。じゃあ、せっかくだから、パレッタの実力見せてもらおうかな。はいよー。じゃあとりあえずはハンマーじゃねえよ。なんでハンマーって言った？ジャンプでチョロップを倒してパレッタキック、敵一体をキックで攻撃する。はい、
あーん、くそ。よいしょ。よし、できた。ナイスで防御は強いね。じゃあパレッタキック。はい、このタイミングか。さーて、66か。んー、この下はコブロンだったよな。じゃあいいや。あ、そういえばさ、バッジあったね。バッジ、バッジの前に、よいしょ。パレッタシュートもちょっとね、練習しておきたいからね。よいしょ、はいっと。パレッタシュート、強烈なコーラの体当たりで敵一体を攻撃する。これヨッシーアイランドで卵投げるやつじゃん。はい、5、でかいね。はい、じゃあとりあえず普通にジャンプとキックでいっか。よいしょ。パレッタって結構強いと思うんだけどね。72、レベルアップそろそろだな。もう一段階やっときたいな。ジャンプ、ナイスで防御やればさ、ノーダメージだから別に無理に FP 使わなくていいか。はい、76、あと24か。とりあえず全回復した間、そう、この上、あのハンマーのバッジがね、欲しいんだけどね。あーい、ちょ、危ねえ。下だよな。ギリギリだな。マリオが重いのか、そのパレッタの羽の力が弱いのか。地震アタックのバッジ、地上と天井にいる敵全体にダメージ与える。これ強そう。確か強かった気がする。どうしよっかな。いくつだっけ。地震1か。1、コインモドラ欲しいからな。ガツンジャンプは、いっか、とりあえず。まずは地震アタックでちょっとどういう威力かを見てみようかな。あ、しまった。目回し積み続けてなかったよ。確か地震アタックって新エモンに有効だった気がするんだよね。じゃあちょっとやっどこかな。一応ピンキーにしとくか。爆発が強いからな。はーい、行き過ぎた。そこ当たんの。くそ、じゃあ地震ハンマー、よいしょ。あー、よしよしよし。やっぱ防御は関係ないんだ。くそ、まさかのダメージを食らっちゃったんだけど。あ、よしよし。じゃあ今度こそ。オッケー。貫き、てか貫きも地震も同じ FP だから別に関係ねえんだけど。あ、でもそう考えると BP の必要な数だと地震ハンマーの方がいいのか。じゃあ貫きはいらないか。あ、やべやべ、落ちちゃった落ちちゃった。消えないよな、消えないよな。あー、消える消える消える。あー、もう、じゃあちょっと貫きは外して、ガツンとピンチでラッキーでいいかな。確かこっちにフラワーさんがいた気がする。よいしょー、いいよ。ちょっとクリオに後で話しかけてみよう。はっ、私に話しかけてくれました。うわー、嬉しいです、感激です。フラワーランドかやってきてずいぶん長くここにいますが、あなたが初めてです。みんな私には気づかない、黙って咲いているだけだと思い込んでるみたいです。話せて嬉しいですから、これあげます。私の種です。お会いできた記念です。ずいぶんと重いお礼だな。その種大事に育ててくださいね。きっといいこと
ありますよ。まあそんな言うならもらうけどさ。よいしょ。ああ、よいしょ。ああ、ああ、もう避けんなもんこいつ。97か。あと1回レベルアップできんな。じゃあこの上に新右衛門がいたから、そいつ倒してレベルアップしよっかね。あ、そうだ、その前にちょっと今のうちに必要なバッジがあるかどうか見てみようかな。ハートフェラー別にいいでしょ。目回しスピン、貫き、ハンマー投げる。次は FP 上げよっか。いや、FP 上げる？ FP 上げよっか。あー！お、お、落ちんのかよ、お前。え、どこ？定位置に戻れないから、石にも化けることもできない。隙だらけ。当たるか、これ。ギリ届かない。何してんの、お前。当たんない。よし、これこそ。よし、オッケー。よーし、これでレベルアップ。じゃあ FP 上げましょっかね。ちょっと一応クリオにしとくか。そう、パレットで止まなきゃいけないんだ。よいしょ。うわ、ハゲタカだ。めっちゃ見てんじゃん。ちょっとクリオにしとくか。おい、どこのおめえ。ちょっと待て。どっかで見たような顔だや。うわ、絡まれた。何読んでんの？おい、おめえ。クーパー様からもらった天使前、手前手のノンドマリオンってやつ似てるだや、なんて。何に乗っ取るマリオンってやつって言った？おめえ、名前はなんつうだ？まあ、嘘は良くないからな。マリオだよ！ははっ！マリオだど？マリオならお手がやっつけるだ。普通に真に受けてきた。これ他の選択肢やったらどうなるんだろう。おめえ名前はなんつーだ。ルイージだよ、グッチョイ。そうかい。おめえはルイージって言うんだか。よく似てる気がしただからな。なら人違いだっぺ、通っていいべ。ルイージだったらもうよけれるんだっけ。おめえ名前はなんつーだ。ピーチ姫です。うふ。なに、ピーチ姫だと？バカにすんでね。ピーチ姫ならクッパ様の後ろにちゃんと捕まえてやるっぺ。おめえや俺がそんなことわかんねえと思ってるだが、おめえ名前聞いた。おめえが毎日げえねえ、俺がやっつけてやるだ。の生意気という理由でマリオと決めつけられました。やるしかないですね。ゲーハー。ハギひっくり返しただけだな。ゲーハーって名前だよ。ゴツゴツ山で見張りをしてるんだ。それにしてもでっかい鳥だね。最大 HP は40で、攻撃力が3、防御力は0だ。鋭い爪で掴み上げられると4のダメージが来るからうまく脱出してね。あと羽を羽ばたかせて風を起こす攻撃をしてくるんだけど、オイラにもダメージが来るんだ。ところでこのゲーハーってオスなのかな、メスなのかな。なぜだかオイラ気になるんだ。一応ちょっとオスっぽい感じ喋ってたけどどうなんだっけ。じゃあ連続ジャンプやってみるか。よいしょ。なかなか、あ、ちょっとタイミングがおかしくなっちゃった。もったいないこと。レンダー早速来たよ。強風せめて2。そうだ、仲間ダメージ受けると行動不能なのか。うわ、めんどくせ。じゃあとりあえず連続ジャンプでもう一回やってみようかな。はいしょ、よいしょ。
こんな感じ、こんなタイミングだね。いい感じ。もうちょっといけるか。まだまだ。あー、これらへんか。くそー。連打。よけろ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 。あー、これダメ。はっ、オッケー。その防御の仕方何なんだろう。上から落ちてそのしゃがみみたいなやつでダメージが弱まんのか。てかクリをそうやってなんか M 字開脚みたいなのすんのやめろ。連続ジャンプ。FP 上げといてよかった。あ、これでまた強風来た。あ、よかった。また掴み上げられなかった。また。うわー、 HP がない。うん、じゃあどうしようかな。キノコがあるからキノコ食べて元気元気と。パレッタにするのもよかったな。まあでも物知りしなきゃいけなかったからな。じゃあどうしよっかな。とりあえずちょっとパレッタにしとこっかな。パレッタシュートが強いから。あ、これで掴みか。よしよし、オッケー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 。逃げろ逃げろ逃げろ。よしよし、これで逃げれた。よっしゃ、じゃあ連続ジャンプ。これ、あダメだな。パレッタシュート、でかい的。よっしょ、21か。はい。あー、早かった。あ、すっきり爽快もあるからな。いざというとすっきり爽快も使おう。あー、連続ジャンプができるけど、その時にまあパレッタシュートはできなくなるのか。どうしよっかな。連続ジャンプで多くダメージはできる限り、いや、安全にパレッタシュートでいっか。安定して5ダメージ与えられるし。で、ここでスッキリ爽快を使おう。パレットが固まってんな。さーて、これで HP も FP も5回復。つかみだな。よし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 。いける。オッケー。16か。できるかな、連続ジャンプ。ジャンプ！よし！できた！これぐらいの。あー。これはパレッタシュート、いや、パレッタキックでいいや、しばらくは。はい、10か。あ、これ強風だ。これはどう頑張っても仲間にダメージは食らっちゃうからな。ガツンジャンプ、ガツンジャンプにしよっかな。2回できるし。よっしょ、4か。あー、ここでパタパタ動いてくれれば。よし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 。これダメか。あー、惜しい。ほっ、これはできるんだよな。じゃあパレッタキックでダメージ与えて、よし。で、これでガツンジャンプで倒せんな。おりゃー。連続ジャンプ練習しなきゃいけないな。15スターポイント、思ったより少なかった。負けたな。パレットどっち向いてんだ。ちょっと時間かかりすぎたな。ここら辺にちょっとセーブブロックないかな。確かあった気がするんだけど、ここら辺に。あったあったあった、よかった。お、セーブブロックがある。ちょうどいいや。じゃあここら辺で終わりにしようかな。次回は多分この先がカラカラ砂漠になるんだと思う。それでカラカラタウンに行って、で、まあ砂漠の謎を解くことになるんだろうけど、これもまた時間かかりそうだな。